プリマス軍はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49万4919人であり、2000年の47万2822人から4.7%増加した。軍庁所在地はプリマス町及びブロックトン市の2つである。プリマス軍は1685年に プリマス植民地議会によって設立された。プリマス植民地は1691年にマサチューセッツ湾植民地と合併した。軍政府の行政権は軍政委員会に与えられている。軍政委員会は3人の委員で構成され、2013年時点で共和党員1人、民主党員2人である。土地党機関、財務官、保安官が選挙で選ばれる軍の役人である。 プリマス軍の軍将は1931年3月31日に州法のもとに採用された。図案はノースシチュエートのフレデリック・ティ・ベイリーがデザインしており、当時は長年務めた軍政委員会の議長だった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1093.39平方マイルであり、このうち陸地660.85平方マイル。 水域は432.54平方マイルで、水域率は39.56%である。軍内のヒンガムと春の町は、北のノーフォーク軍内に伸びており、マサチューセッツ湾に面し、サフォーク軍との水上の軍境がある。ジェイコブ・タクスター帝、ヒンガム以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヒンガム港のマスター後や村は、町の中に挙げているが、 町とは別の法人化された存在ではない。プリマス軍はボストンとプロビデンス両方のメディア市場に入っている。軍内にテレビ局はない。ラジオは FM 放送が7局、AM 放送が4局ある。最初にラジオが放送されたのは1906年にマーシュフィールド町のブラントロックからだった。軍内で発行される唯一の日刊誌はブロックトン・エンタープライズである。 ただし、クインシーパトリオットレッチャーが広く購読されている。週刊誌は多くのものが発行されており、その多くはプリマスのメモリアルプレスグループが発行していたが、2006年にゲートハウスメディアに買収された。その中でもオールドコロニーメモリアルは1822年に創刊されたニューイングランドでも最古の継続して発行されている週刊誌である。 ありがとうございます。